どうもこんにちは。今度また違う種目で1位が取れましたので紹介していきます。最初はスピンレースですね。これは床が回るのでその流れに逆らわずに回っていきましょう。むやみにジャンプすると、跳ね返るマットみたいなのに当たって進めなくなってしまうので気をつけましょう。前から球が転がってくるので、動きをよく見ながら横に避けていきましょう。あんまり苦戦するところではないとは思いますが、僕は当たってますね。ここは落ち着いて真ん中でジャンプしていくとまっすぐ進みます。ここも当てずに流れに身を任せて進んでいきましょう。ここ穴があるのでジャンプで飛び越えます。気持ち左の方に行くと、いいんじゃないかなって思います。ここは球が真ん中からごちゃごちゃ転がってくるので、端っこ寄りに進んでいくと安全に切るような気がします。パーフェクトマッチ。これ暗記ゲーですね。最初は2種類なので、そんなに大変じゃないかなって思います。なので違うパネルが隣り合ってるところに陣取っておいて、表示されたら移動すると。これなかなか人数減らないんですよね。なんとかして落としたいんですけど、そうもいかないみたいですね。次4種類になります。全体が見えるところで、見てると覚えやすいかなって感じしますね。はい、何人か落ちましたね。最後6種類あるんですよね、確か。これ覚えるの大変だよっていう人は、3つ4つぐらい覚えておいて、あとは時間になって自分が覚えてないやつが来たら他の人のところに行くといいんじゃないですかね。結構みんな覚えてない人多いんじゃないかなと思いますよ、これ。こうやって集まってきちゃうんで。はい、ロックンロールですね。これは玉転がしですね。ここをむやみにジャンプすると仲間が転んで進まなくなってしまうんで、この段差を飛び越えるときに下から玉を突き上げるときだけにジャンプした方がいいんじゃないかなって個人的には思うんですよね。この時ですね、下からこうやって持ち上げるようにジャンプで。これ端っこ行っちゃうとこのポールにつまずいてしまうんで、ここに来たらすぐ真ん中に戻すようにしましょう。で、真ん中のやつに意外と引っかかっちゃったりするんですけど、これ仲間と連携取れてないと、右行ったり左行ったりってなっちゃいますね。で、ここは、ジャンプで押し上げると。で、ここから他人のチームの妨害ができますね。真ん中は黄色と赤から妨害が来てしまうので、なんていうんですかね。頑張って進むしかないですよね。最初球転がす人もいないと全然自分のチーム球が進まないんで、妨害する人と役割分けた方がいいですね。クラウンマウンテン、これ最後のやつですね。こんだけ人数いて4ラウンド目で決勝戦っていうのもなかなか珍しいんじゃないでしょうか。だいたい5人6人とかになって決勝が多いんで。で、ここは何て言うんですかね、球に気をつけて落ち着いて進んでいきましょう。前歩いてる人も結局落ちてくるんで、慌てずに行くといいんじゃないですかね。このハンマーがくせ者ですね。ここで転んじゃっても諦めないでください。この奥にあるハンマーめちゃめちゃ速いんで、だいたい吹っ飛びますね。で、最後ここ R2 でしっかり掴む。降りてきた時に R2 で掴む。これ大事ですね。最後、心臓バクバクなんですけど、落ち着いてやると優勝できるんじゃないでしょうか。
数こなせばそのうち優勝できます。僕もランクばっかり上がっちゃってます。ありがとうございました。